この県を代表する農産物への理解を深めてもらおうと、新人の県職員がさくらんぼ農家で研修を行いました。参加するのは4月に採用された153人で、現場主義や県民視点、対話重視という県が掲げる基本姿勢を学んでもらおうと、2017年から行われています。コロナ禍で中止されてきましたが、4年ぶりに再開され、このうち寒河江市の秋葉直弘さんの園地では6人が収穫作業を体験しました。はい、始めます。綺麗ですよね。今日収穫したのは、まもなく出荷のピークを迎える佐藤錦。ほとんどがさくらんぼの収穫は初めてということで、初めは緊張気味に摘み取っていましたが、次第にペースも早まり、およそ20分の作業で1キロほどを収穫していました。現場主義ってすごい大切にされているので、その農家さんに出向いて積極的にコミュニケーションを取っていきたいなと思います。その苦労を分かってというか、ちゃんと知った上で農家の方と接していければなと、これから思っております。こちらでは山形紅王も栽培されていて、これからの県の行政を担う新職員たちは、やはり期待の大きい新品種の味を一足早く味わっていました。